今後のライズのなんか行方というか、まあ、占うようなさらにライズは加速するんじゃないかなと思いますね。伊藤さん引き続き、はいはい、今回まあ、後編の方では、うん、まあ、65キロと、まあ、61.5キロの試合のことをお伺いしたいんですけど、はい、まあ、まずはやっぱり65キロ原口選手のグローリーの試合も、うん、ありつつ、まあ、いよいよ本格的に年末のトーナメントに向けての、まあ、最終選考というかに入ってきたと思うんですけども、うん、改めて今の現在の65キロの状況というのをこう聞かせていただけますか。いや本当に激戦区だなと思いました。この間のグローリーで、まあ、観戦しに行った時に、まあ、サポート兼観戦だったんですけど、もちろんペッチもすごい良かったですし、ミゲルとミドレスも非常に良かったですし、この中でワンデーで勝ち抜く、まあ、そこにチャドだったり原口もいたり白鳥もいる、まあ、ここから予選される人間が出てくる、本当に激戦だなと思いますね。これがワンデーって本当鬼だなと思いましたね。自分のことを鬼だと思いましたまあでも言い方難しいですけど、おそらく組む側が鬼だと思うカードって、選手がきついと思うカードって絶対ファンの皆さんはファンは喜ぶと思います。本当にここで優勝した子は本当に世界最強の称号を自負していいと思いますね。まあ、だから本当に、まあ、いろんなもちろんライズでもトーナメントだったりいろんな試合組まれてますけど、この中65キロの今回の12月のトーナメントってなんか本当のなんかこう世界一、うん、まあ、多分誰がどう見ても世界一だと思うっていうトーナメントがなんか久しぶりにこう行われるんだなっていう、まあ、外国人選手のメンバーも含めて、はい、なんかそういうなんかすごくなんかワクワク感とか期待感がなんか徐々にこう高まってきたなっていう。そうですね、本当にやっぱり65ってやっぱり層も厚いですよね。で12月21日世界配信もしますし、グローリーのサイトを使っていろんな部分で世界に見られると思うので、まあ、この次また翌年再来年というのは65はどんどん激戦していくと思うんですね。まあ、このトーナメント見たら次俺も出たいっていう選手も出てくるし、まあ、すでにまあいっぱい問い合わせも来てますから海外から。じゃあ本当にまあ一つのきっかけでまたこれから世界に広がっていく企画というか、うん、それがまあ12月に、はい、行われるというところで、まあ、この65キロの今回の試合も、まあ、全試合日本人と外国人選手という形に、はい、まあ、なりましたけど、まあまあ、それぞれ各試合、まあ、伊藤さん的にはどんなところが見どころになってくるかなと。まずは朝日ですよね、うん、まあ、ちょっと枠的にも少なかった部分もあったんで、はい、自分からねチャド・コリンズからイ・ソンヒョンでやりたいという部分もあったんですけど、まあ、まあ男だなと、まあ、セクサーに対してね大番狂わせしたそういうものを持ってるんで、どこまでシャドーに対してできるのっていう。シャドーコリンズって日本人に無敗なんで、誰も負けてないんで、そういう強さあるじゃないですか。だから朝日だったらもしかしたらっていうのがありますよね。確かに朝日選手のなんかこう良くなった点とか変わった点ってどんなところに感じますよ。やっぱ攻撃力というか攻撃的になりましたね。昔はやっぱりどうしても流した部分が多かったんですよ。でやっぱ強いんだけど評価されなかった部分ってやっぱそこだったと思うんですね。でそのワンフライデーに出てセクサン戦で、まあ、あれも一回倒したんですけど若干ちょっと押されたんですけど、やっぱ気持ちの部分でしょうね。まあ、やっぱプロとしてどうあるべきかっていう気持ちの部分がやっぱ先輩たちからも学んだだろうし、運命の現地とかいましたからそういう部分から学んだと思いますし、やっぱプロとしてどうありたいっていうところをやっぱ見つめ直したんじゃないかなと思います。なんで僕もだからここの2試合ぐらいのなんか戦いぶりっていうか、なんかすごくなんか堂々としてきたっていうかな、その雰囲気というかオーラが出てきましたよね。どしっとしたし、でしかもその流れでやっぱチャドとやりたいっていうアピールがさっき の前編でも話しましたけど、やっぱファンにこう期待させるってい う、うん、発言とか行動でやっぱりそこで多分朝日がやっぱりそこで乱した方が絶対盛り上がるじゃないですか。彼にとって最大のチャンスなんですよ。まあ、入りたんですよ、まさにね。彼はそれを前回のセクサン戦で学んだんで味しめたんじゃないですかね。でも確かになんかああいう番狂わせとか、うん、なんだろう、大きい勝負で勝つとなんか選手ってこう覚醒するじゃないですか。はい、まあ、だからチャドとしてももちろん、まあチャドが有利ではあるとは思うんですけど、うん、まあ、そう簡単にはいかない、うん、多分今までの日本人の中で一番苦戦するじゃないですかね、うん、そういった中ではまあ中野選手がソンヒョンと、はい、一度戦ってるんでしたっけ。一度ね 67.5 なんですよ。65での実績はライズでの実績ですよ。中野亮太は山田康生に負けてて、チャドにも負けてるような状況であって、65では仕切り直しなんですね。で、今回、イ・ソンヒョンはやっぱシアトルにも全員勝ってるので、今回、この決定になりました。分かりました。まあ、この試合はやっぱり、
中野選手がこうこのチャンスというか、トーナメントに向けて、もともと 63.5 だったんで、ここにこう、絡んでくる形になりましたけど、この試合はどういったところを期待したいですか？いや、中野はものすごく良かったと思います。この間のメイソンの試合も、すごいな結果になりましたけど、それまでの内容、お互いすごく面白い試合だったじゃないですか。もうハラハラドキドキするのはすごく面白い試合だったんで、あの動きがそのままできたら、ソン・ヒョンも苦しいと思いますね。ソン・ヒョンはパワーあるけどスピードはないんで、ただ一発で返す力はソン・ヒョン持ってるんで、でもあのスピードで中野が行ったら多分追いつけないと思うんですよね。中野選手は伊藤さんから見ても全然65でもいいパフォーマンスというか動きは、そうです、振り幅結構広くて、多分67.5はほとんど減量ないんじゃないですかね。本当はもう65でやりたいぐらいなんですよ。だから今回世界トーナメントがあるってことで、本当だったら彼はメイソンに勝って行きたかったんですけど、ちょっとああいう形になっちゃったんで。そして白鳥選手が、パワーパイアップと決まって、白鳥選手もここでやっぱもう一丁って感じで、やっぱり試合は組もうと思ってた感じですか、伊藤さん。そうですね、やっぱり12月まで期間が空いちゃうじゃないですか。だからそれもどうなのかなと思いつつ話してた時に、もう一戦挟みたいと。ただ前回ペトロに勝って、あとは過去の実績もありつつ、ザガレンに KO して、その日は負けてしまったんですけども、ペトロに勝ったってことで、ある意味落とせないですよね。一番こういう試合って嫌なんですよ、選手って、ね。なるほど。落とせない、内容問われる。一番ハードルが高いですよ。一番高いんですよ。だからこれは本当に、ここはシアトルってこういうところ弱いんですよ。なるほど。過去。ただそれを払拭しないと、世界には対抗できないんで、そういうところは見たいですよね。そうか。ただ強い相手とか強敵にチャレンジして何が何でも勝つという試合だけじゃなくて、やっぱその時々で求められる試合とか、一番こういう時って勝たなきゃダメ、勝って当たり前みたいな試合、一番選手で辛いんで、でもやっぱそこのからじゃないですけど、やっぱ破ってほしいっていう。そうですね、パワーパイアップももう日本の戦いを熟知してるんで、白鳥大臣はタイ人とかはなんていうんですかね、得意な部分ではあるんですけども、通常のムエタイスタイルとは違うんで、攻撃的な日本のキックボクシングスタイルに変わってるんで、そんな簡単にはいかないと思う。わあ、まただからこの3試合とも今話聞いてても、なんかそれぞれやっぱ違うテーマで12月に向けた試合内容と結果がなんか求められるのかなっていうのもありつつ、はい、あとはやっぱり階級全体でいっても、やっぱ原口選手が前回、グロリで負けてしまって、誰がこう日本人としてまた次そこに行くかというか、日本人エース争い的なとこもあると思うんですけど、やっぱそういったところの勝負もやっぱり期待したいですか？それは思いますね。特に多分白鳥なんかはそこはすごく思ってると思います。やっぱり原口にもリベンジしたいし、ね、やっぱ世界も取りたいだろうし、多分その気持ち一番今は白鳥大臣が強いんじゃないかと思いますね。なるほど。やっぱ伊藤さんから見ても、原口選手と白鳥選手実際戦ってるっていうのもありますし、なんかやっぱそういう、ライバルなのか、どっちかっていうと原口選手の方が評価だったらちょっと高いじゃないですか。そういうライバルになってくれたら嬉しいですよね。だから白鳥があとね、階段を2つ3つ上がらなきゃいけないんだろうし、で、原口やってきた戦いやってきた相手とかどんどん勝つとかね、もしかしたら将来的にね、ペットパンダルムンとやる可能性もあるかもしれないし、それはトーナメントかもしれないし、そこで勝ったら勝ったでね、そしたら一気に同等になるじゃないですか。はい、僕もなんか外から見てると、なんかそういうシャドル選手のなんかこう這い上がるところとか、なんかこうギラついてるところとか、この野郎みたいなところが出たらなんか面白いんじゃないかなと思って。そうなんですよ、人間味ね、人間味というか、なんかその、もちろんハングリーなんでしょうけど、もっとギラギラしたところを見たら、ちょっと色気もっとかっこいいけど、このセクシーさも出てくるんじゃないかなと思うんですけどね。でこれもちろん最終予選的なカードですけど、結果と内容によってはまた、いや本当いろんな、想定が、はい、一応決まってるものは崩れる可能性もあるんで、そこを終わらないとまだ判断できないですね。だから伊藤さんとしても面白いけど、また頭に悩まれますという。そうですね。そうですね。もうこれからだから、もうその翌日ぐらいに発表しようと思ってるんで、トーナメントのことは本当にその瞬間で判断しなきゃいけないというか。だからやっぱりね、実はこれグローリーの方でも65の試合まだ実は続いてるんで、だからまだまだこう誰がどう出てくるのか。そうですね。だから8月31日で1人決まって、ラスト1が多分グローリーあと1試合なんで。最終は10月じゃないですかね、グローリーの。
一応推薦候補は決まってるんで、だからまたビダレスとか、うん、あのデニスとか、はい、あそこら予選するんじゃないかと思います、はい、まあ、なのでこの試合も含めて最後の戦いを、はい、トーナメントに向けてここから注目していただけたらなと思いつつ、はい、またその次の展開という意味では 61.5kg という、はい、まあ、新しいこうカテゴリーで、あの中村選手と、ヤン・ペンジュ選手、あと日立選手と、カルメノフ選手の試合と、これはまたあの伊藤さんも会見で言われてましたけど、来年以降のやっぱ展開も見据えてこの試合組んだということで、はい、そうですね、はい、来年 61.5 の世界トーナメント、まあ来年のやつはもう3大会、通常のワールドシリーズなんで、ワンデーではなく3大会に分けた世界トーナメントをやりたいと思ってます。この階級でこうやりたいと思ったのは、うん、まあ、やっぱり選手層が厚かったりとか、まあ、そうですね、タレントが揃ったっていうところもありますし、タイガーがいて中村がいて、で中村自身も63じゃ重いってなったんですね。 61.5 ぐらいがベストで、タイガーもできるとなった中で、結構他のタレントもいて、でタリソンがいたり、でタリソンに負けてるタイガー、タイソンに勝ってる中村で、面白いんですよ。でチャンヒョンに負けてる中村、チャンヒョンに勝ってるタイガーもう矢印がもういろんな方向に、中村とタイガーは中村が勝ってる、はい、もうぐちゃぐちゃなんですよそこは、はい、これ面白いなと思ってて、確かにだったらトーナメントで誰が一番強いか決めようっていう、はい、なるほど、またこうそのいわゆるキャッチウェイト、うん、まあ、この間の会議でやることでいろんな普通普段交わらない選手が交わるというところも面白さですよ。そうですね、うん、やっぱりこれ国内外多数の選手から問い合わせが来てて、今厳選しているところなんですけど、これはまあビッグマッチで9月以降、まあ、コロケもあるでしょうし、まあ、12月もありますし、そこら辺 で3月からスタートしようと思ってますんで、そこで厳選していきたいと思います。実際の伊藤さん、あの会見でお話しされたり、まあ、SNS でも、はい、あの発信されてましたけど、やっぱかなり反響大きかったですか？そうですね、反響はやっぱかなりありました、ね、あと外国からの問い合わせがすごいですね、まあ、61.5 なら俺だと、俺ができるっていうのがやっぱりプロモーターからの紹介だったり、この選手使ってくれみたいなのがかなり来ました、ね、まあ、だから65キロ、12月のトーナメント、またちょっと違うか、なんか色が出そうですよね。こうそうですね、はい、ある意味はここは中村大河が主役になっていくと思うんですね、ライバルとして。そこの部分でどういうふうに戦えるかっていう部分も出てくるだろうし、まあ、12月にチャンヒョンにも出てきますし、そういう部分では非常に面白くなると思うんですね。まあ、タレントっていうかライズを体現できるタレントがたくさん揃ってるんで、確かに個性がまたみんなバラバラで、みんなバラバラですよね、はい、だから面白いですよね、はい、その中で伊藤さん、中村選手の、まあ、前回の試合も含めて、はい、試合戦いぶりってどうご覧になりました？まあ、中村はそうですね、やっぱり今までちょっとね、スタミナの部分は不安な部分があったんですけど、それもクリアしてたし、特にそうですね、まあ、でも面白かったですね、死闘だったと思います。でタリソンも頑張ったし、まあ、タリソンも本当は60ぐらいの選手なんで、61.5 ベストなんで、非常に面白かったと思います。中村選手の魅力爆発みたいな、そうですね、はい、もう中村らしい、中村勘だなっていう試合でしたね、はいはい。で今回この中村選手と対戦するエン・ペンジェ選手、うん、これも、まあまあ、どんな、これね、一応中国の戦績では39戦全勝、もっと細かい戦績入れたらもっとあるらしいんですけど、とにかく全勝だと。でやりづらいだとやりづらいです、ステップを踏んでてパワーがあるんで、まあ、いわゆるその中国人選手らしいちょっとトリッキーさもありつつ一発はあるみたいな。でなんかその SNS での、まあ、中国の SNS があるんですけど、そのインフルエンサーでもあると面白いなと思って、なんか中村選手とやるのがまたいいみたいな、なんでか組み合わせ的にこうお互いこうなんかそうですね、だから先ほどの伊藤さんの話だと、やっぱこういった選手が出てくるっていうのがまたこう面白さですよね。こうそうですね、中国で知られてるんですけど、まだ、ね、世界では知られてない選手なんで、これがどういう選手なのかね、もう内容次第では来年のトーナメントに、決まるでしょうし、まあ、だから逆にそういった新しい新顔も出てくるし、そこにこう、ね、今のトップ選手がどう戦うかっていうところも楽しみな中で、そうですね、はい、どうもだから日立選手はだからここで復帰戦になるんですよね。そうですね、前回の K-1 との対抗戦からですね、日立は復帰戦ですね、まあ、あの時に拳を
折ったのかな、その後手術してプレートを入れて外した状況なのかな、外してないのか分かんないですけど、まあ、そこから今治ってきて9月でやっとできるってことなんですけど、まあまあ、ここも、まあ、前回中村と向こう上になって相手、まあ、非常にフィジカルは強いですよね。まだ荒削りな部分はあるんですけども、MMA と空手をやってて非常にフィジカル強くて、まあ、本人もその来年のトーナメントを見越して出てくるので、すごく気合入ってますね、アリシルは。僕も日本のファンの方は多分中村選手の試合で印象が強いかもしれないですけど、うん、はい、他の試合見るとやっぱかなりこの選手強いですよね。強いですよ。僕はね、選手の大会に呼ばれて行った時に彼が出てて、ちょうどこのその中で一番インパクトを残したんですよ。バックスピンかなんか KO したんですよね。でそこからもう話をして、で日本に連れてきたって感じだったんですよ、ね。他の選手じゃやらないような、そうなんですよ、戦い方ですよね。そうなんですよ。だからもう逆に中間距離で大技を打ってくるようなタイプなんで、それで倒せる。だからまあ空手ですよね。空手仕込みの。で、まあね、前回ちょっとああいった日本に来た時はちょっと力出せなかったとかあったかもしれないですけど、はい、まあ、今回また来たっていうことで注目だと思いますし、日立選手もやっぱ対抗戦経験して、そうですね、前回の試合もほぼ僅差だったんで負けてはしまいましたけど、まあ、日立もうこのトーナメントっていうのをかけてると思うので、でやっぱり中村大河がいて、チャンヒョンがいて、その下に日立っていう形じゃんで、多分そこもひっくり返したいと思うんですね。だそういう意味では、まあ、向こう時代だった中村と向こう時代だったアリシャルを倒したり勝つことはやっぱり非常に重要なことだと思うんです。それがまた勝てば、さっきの、はい、相関図にまた一人一個入ってきて、混沌としてくるというか、はい、この予想つけるのも非常に難しいですよね。まあ面白いと思います。あとこの 61.5 キロって階級も、だからここの大会からまたスタートして、どんどんまたマンマッチ含めて、そうですね、まあ、やっても1月の後楽園ぐらいまでなんですけども、まあ、年内で全部選手して終わりにしたいなと思ってますね。なので今回 のこの9月大会もなんかこう、この大会、先ほどの前編でもお話ししていただいたみたいに、こう日本人対決は若手対キャリアだから選手の対決が組まれたり、それ以外で本当なんか各階級、はい、まあ、この大会プラスなんか今後のライズのなんか行方というか、まあ、占うような、うん、なんかこういろいろつながる大会になるかなと思うんですけど、はい、大会全体として伊藤さんはどんなふうにこうこの大会と、まあ、そうですね、先ほど言ったように65、はい、61.5 もあるんですけども、うん、まあ、ライズ対世界という構図にもなってますし、でワンマッチも非常に、まあ、ライバル同士の、まあ、今後、まあ、リュウジン、モームのライバルの共演もありますし、あとは今後ライバルになりそうな選手たちも並んでるんで、多分来年ぐらいこのワンマッチの若手の選手たちがライバルになって競い合ってきたら、さらにライズは加速するんじゃないかなと思いますね。なので今大会そのなんかライバル、うん、なんか対戦相手だけじゃない戦い、まあ、そうですね、対戦相手だけじゃないですね、はい、だからもう、まあ、もう奥平とかもいますし、はい、ね、酒井とか柚木もいますし、いろんな、まあ、みんなあれですよね、全員がライバルと思うんで、敵だけじゃないですよね。僕も戦いに誰が勝っていくかっていうのは、そうそうそう、で、はい、僕にも見せてほしいし、僕に対しても戦ってほしいし、うん、こんな位置で戦わせんじゃない、こんな選手と戦わせんじゃない、もっと上でやらせろっていうのを喋るんじゃなくて、うん、試合で見せてほしいなと思います、うん、明日じゃあそういった全方向の戦いを今回楽しみにしたいと思いますので、はい、インタビューありがとうございました。ありがとうございました。